ゆうじろうチャンネル、今日のお題は誰からも憧れられる異端児を輩出する。異端児、ね、異端児。今日は、はい、ちょっと読者登録数が750ぐらいで停滞気味じゃけ、この勢いでバーン行くんか思ったら、この辺で踊り場に入ってしまったけど、ダイエットと一緒ですよね。うん、そうそう、そうね。だからここで一発わしのビジョンを発表しようかと思って、はい、今日この750からこのわしのビジョンをドーンと発表したら、ドーンといきなりこう770ぐらいまで伸びんかなと。20ぐらいプッと、20ぐらい、うん、多くは求めちゃいけない、下がったらどうしようかなそれが怖いまあでも今日はね、わしがどういう思いでこの YouTube チャンネルとかもやっとるんだみたいなのをね、うん、ちょっと今日発表してみたいと思う、はい、このお盆の最中なんで、みんな休みボケしとると思うんで、ガツンとちょっと背筋がピーンと出るような、ね、行ってみようと思うんで、じゃあ今日はこのテーマで行ってみよう。はい、こんにちは、井田坂裕次郎です。こんにちは、とてかなこです。はい、まあわしのこのビジョン、はい、ビジョンわかるかいの？ビジョン前にも説明したやろ。え、ミッション、ビジョン、パッションって。ああ、情熱とかね。はあ、パッションが情熱ね。うん、ビジョン、ビジョンがちょっとわからない。お前あの時聞いてからすっごいわかりやすかったです、どうのこうのようたやっぱりペラ先よ。じゃ時間が経ったらね、忘れていくんですよね本当に。基本バカじゃん。もう一回見ないといけない、私これ。いやいや、ほんまにもうお前が一あのユーザーになってから読者登録せえよ、知ってますって。お前これチャンネル登録してますよ。あ、そう。はい、へえ、もちろん。いや、このビジョンっていうのはね、ミッションがスタートで、うん、で、どっちかな、みんなの目からいくとこうじゃん、あ、こうじゃん、こっち、ね、こっちがミッションで、うん、こっからこうドーンと上がっていって、ここゴールに、これがビジョン。うん、分かる、うん、ミッションからビジョンへこう駆け上がっていくね、こう、うん、この駆け上がっていくのがこうパッションで駆け上がっていくんだけど、はい、ミッションとは使命、ビジョンとは目的地ね、目的地、うん、ね、わしはどういうふうにしたいんだっていうものをね、今日は発表するんだけどもね、はい、まずね、さらっと言うよ、業界の常識をぶち破り、うん、誰からも憧れられる影響力を持った異端児を輩出する、うん、バイーン、ここにバイーンって今ドーンと出とるどのタイミングで出るんです今3、2、1ボン。これね、今このわしのビジョンで今土手かな子がちょっと消えとると思うんだけども、今ここ、ね、私おらん今、うん、今ここにこう出てますけど、これですね、これが僕のビジョンなんですね、うん、でこれをねちょっと説明すると、まず業界の常識をぶち破ると。はい、業界の常識ぶち破るとは何か。みんなが思ってるそのまあ何だろう、この枠からはみ出るってことですか、うん、例えばお前の業界 MC の業界にも常識みたいなのがある、うん、これは言っちゃいけないとか、まあ、例えばじゃあすごく分かりやすく言うと、結婚式では使っちゃいけない言葉っていうのはありますよね、うんうん、まあそれはタブーじゃん、うんうん、でもなんかこうこれはやっちゃいけないっていうなんか昔から決まっとるルールで、え、なんでそれみたいな、ね、そのちょっとお門違いかもしれないんですけど、うんうん、例えば大丈夫、いつもお門違いのことしか言わないんでお仕事をご依頼いただいて、でも間に誰かが入ってたら、まあ、中抜きされちゃうじゃないですか、うんうんうん、だから直接次はご依頼をいただくとか、これはもう常識的に NG なんや。絶対 NG です。でもその人が直接頼みたいんじゃって言ってきた場合どうする？言った場合も同じ仕事だったら絶対ダメですね。一応その人を通してみたいな、うん、一応、まあ、その人が間の方がいいよって言ってくださればいいんですけど、直接ご依頼いただいたんですけどどうしましょうかって。でもしれーっと やるのは、うんうん、まあ絶対バレるし、まあ、そこは人としてじゃけ、うんうん、まあ、わしの言う業界の常識とかっていうのは、うん、例えば、うん、営業は足で稼がなきゃいけんみたいな、こうお客さんとこ回って足で稼いでこいみたいなの、うんうんうん、いや今それ必要みたいな。今何で稼ぐんですか？口？例えば、まあ、いろんな飛び道具があるじゃん、ネットで SNS もあればメールもあってするんだけども、じゃあそれを使って
営業をするかやったらそれもまた違うわけよ、うんうんうん、だからわしがよく使っとるのはそれをブログを書いてちゃんとわしはこういう思いでやっとるんだって言って思いを投げかけといてそれにお客さんが反応して向こうからこう問い合わせをしてもらうという、うん、はい、って言ったらわしはもう会社の中でこうボケーっとしとってもええわけよ、うん、まあ、自分は思いをね全部発信してるから、そうそう、でかかっていったら「えっ、ー、いい」みたいな「はい、ああ分かりました、じゃあ行きましょうか」みたいな、うんうんうん、かもう昔はやっぱり足で稼いだなんぼじゃんみたいな、うん、みたいな、その今まで業界の常識とされとったものをやっぱり覆す、うん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 、これをせんとまずはやっぱりこう異端児にはなれないって感じ、はい、そもそも異端児とはみたいな、うん、お前の思う異端児とはどんな感じ、異端児か、なんか頭の中ではねイメージがあるんですけど、うん、すごくあれですよね、こうみんなと逆を言った感じの、うん、ちょっと一匹狼みたいな感じですか、異端児とは、うん、一匹狼っぽいんだよ、はい、なるほど、ね、みんなとこう馴染むっていうよりは輪っかからはみ出た感じの、あ、なるほど、うん、安い異端児じゃのお前のはあのみんなの輪っかから一人飛び出たら、はい、あの一人あのはみごにされるけ、うん、うらーって出てパッと振り向いたら誰もらうもんよじゃあやっぱりうらーって出て、うん、旗振っとくわけよ、うんうん、そこにやっぱ俺たちもあれについていこうって言ってついていける、うんうんうん、あの先駆者になれるようなやつよね、はいはい、それをまあわしの思う異端児なわけよ、うん、だから業界の常識をまずぶち破らなきゃいけないわけよ、うん、まずそれをそれができない人は異端児でも何でもないじゃん、はい、そうだろ、うん、で次ここがすごく大事で、誰からも憧れられるっていうこのフレーズがいる、そこが大切ですよね、誰からも憧れられるのね、うん、どうよ、やしだって先輩みたいになりたいんすって、うんうん、もし後輩が言ってきたら嬉しい、うん、めっちゃ嬉しい、でもどの部分って思う、 なんか抜けてる感じがすごいじゃないですか、うん、それはそれで嬉しい、嬉しい、うん、ただそういうふうに言われると可愛がりたいなと思う、思う思う、言われたことはある、えいや分かんない分かんない、抜けてるところ熱ぞ、それ熱ぞ、ごまどうやって言われるの、いや分かんないんですけど憧れですって言うのは言われたことあります、でも多分みんなありますよね、きっとみんなあるとは、みんなそれぞれに憧れの存在があるということ、みんなそれぞれに憧れの存在があるし、みんなそれぞれ誰かからは一度は憧れた経験はあると思う、ああそれはね女性特有のやつね、女性はすぐ言うんよ、うん、憧れてますとか言ってから、うん、言いながら裏で絶対やつ足引っ張って、でも100人いて100人がそうじゃないじゃないですか、いや女とはそういうもんよ、いや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 、今なんかものすごい敵回しとるんじゃないかし、大丈夫か、いや敵回しましたよ今カメラ読みんのにいやいやでもリップが多いよ、いや そうですよ、それは半分ぐらいそうかもしれないですけど、まあ、何割かはね、えじゃあ最初に土手さんみたいに憧れてますって言った子が、うん、もう何年もずっとそばにおってくれる子おる、えそれはどういう意味で仲良くて、うん、仲良くて、あ仲良くてはいます、うん、うん、そうなんだ、うん、でもなんかその仕事とかじゃないですよなんかその仕事の土手さんのあの仕事っぷりに憧れとるんですって、うん、いや土手さんの個人も憧れてるけど土手さんのああいう仕事の仕方をすごく学びたいんですみたいなって言われるとやっぱ嬉しい、嬉しい、そうね、このね誰からも憧れられるというのが響かんとダメよここ、うん、でねわしこれ自分で作った時にいろんな言い回しがあるわけよ、業界ナンバーワンになるとか、うんね、すごい経営者になるとか、うん、みたいないっぱいいろんな言葉はあったんだけども、はい、それを総称して何かの思ったら誰からも憧れられるっていう言葉が出てきたわけよ、うんうん、裕次郎さんみたいになりたいんですよ言われたらマジかみたいな感じ言われます、めっちゃ言われる、言われますかめっちゃめっちゃ、もう飽きたそれは本物、うん、リップばっかりだいたい支払い前なんで、だいたいそのぐらいのね、うん、いやでもそれを言われるとなんかこう嬉しいじゃん、うん、嬉しいですよね、おおなんかすっごい嬉しいし、もっともっとこう成長せなきゃいけんなとか思うじゃん、うんうんうん、そうなんですよね、それ言われることであの鼻が伸びるんじゃなくて自分のモチベーションが上がりますよね、そうそうそう、でこの言葉を作った時にうわこれめっちゃいい表現をしたわと思って、うんうん、こう神が降りてきたわみたいな、でこの誰からも憧れられるという言葉に響かないやつは、うん、もううちの生徒さんにはいらないって、うん、
思っとる、うんうん、だからまあ大概もうほとんどの人がもう全部響くんだけど、うん、わしこの言葉誰でも響くんじゃん思って、まあ、いろんな人とこう飲んでる時もそういう話しとったら、うん、ある時やっぱりこの年配 の, あのロータリーとかライオンズの大先輩みたいな、ね、はい、人たち、そういう人たちにこれ話してから響くでしょ、ピンピン来るしゃとか言って言ったら全然あのもうあのそんなにあの表舞台に出んでいけみたいな、だけ憧れられたりせんでいけみたいな、もうそれを超越してしまうと、はい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 、だけ本当のお金持ちの人にはこのキーワード響かんね、うん、あもうそこの土俵じゃない、だからもうあの誰からも憧れられる経営者になりたいだろうって言った時になりたいっすっていうやつは、うん、大体がチャンガラだけチャンガラだからお前もチャンガラないやの言わといていやいやほんまほんままあでもそうですよね、うん、きっとでもいいよわしはそのちゃんからしか面倒見てないから、うんうん、だから業界の常識をぶち壊してでその次いやあんな社長になりたいって、うん、だってさんみたいになりたいみたいに言われたら、うん、その一人称なんやまだの、うん、土手かな子がその業界の常識をぶち壊してわあすごいですねとか言われてもこの一人ぐらいしか思わしてないわけ、うん、それじゃいけんのに、はい、やっぱりこう思う人世の中にいっぱい作らなきゃいけないんで、うんうんうん、ということは何が必要かやったら影響力がいるんや、うん、土手かな子に影響力がないと一人でパッともしそうなんやって業界の常識ぼち壊してわーかっこいいなって思われてもすごいこのパイが小さいよね、はいはい、胃の中の数で、うん、でもそれが、うん、いろんなネットを通じて世の中に発信バーンされとったら、うん、いや世の中にそんなやつおるみたいな、うん、すげえ広島の何ローカルタレントで写真集が9800円になったやつがおるみたいな1000円だった写真集がってわしみんなに見せたんかな写真集のあのエロ本中身エロ本じゃない写真集ね、うん、中身は見せてないよあ見せてない、うん、おえスマホに入ってたんですか、ね、わしのスマホに入ってるの見せたあの12枚だけ写してたんでしたっけあれまだ見せてないんだあれ限定品じゃないあれほんまね あらそっかそうだ買った人が言うたもんこれ写真集じゃなくてこれエロ本ですねいや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 エロ本ではない出てないですから出してないですからあの時とボディは全然変わってないいやそれはあのちょっとは下がってると思いますこう乳首の位置がちょっとこんなになったとか全体的にね、うん、全体的に、うん、体重で言うと変わってないですへえ24歳の時からはい体重あそれはあのちょっと前にダイエットしたからですけど、うん体脂肪率的なものとか体重的なもの数字は変わってないです、うん、ただこれだけただいろんなものが下にこう下に下に下にやっぱ下に下がるもんや行きたがってると思います当時の私の体と比べるとねきっとうんそうか、うん、だからやっぱりねそれぐらいの異端児で何ローカルタレントなのに写真集出しとるとか、うん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 、結構異端児っぽいじゃんあ、ねうん、でこう土手さんみたいになりたいんですって言われて、うん、でそれをもっともっと影響力をバーッとね世の中に排出する人のことを異端児なんやうんそういう人たちを本気でわしは作りたいわけよ、うん、それなぜならばねなぜならばよ、はい、日本っていう企業はどういう縮図でできとるか言ったら大体こうトヨタとかね、うん結構大手と言われてるね、うん、企業があるじゃんあの大手一流企業が全体の何パーセントぐらいあると思うえめちゃくちゃ大手がもう大企業と言われてる会社の中のうん日本全国の会社の中の1%0.3% ない 0.3 かということは残りの 99.7% は中小企業ね、うん、そうですよね、うん、でその中の全体を100とするならば、うん、その中の 87.8% が小規模事業者って言われてるよあだからいわゆるあれですか小規模事業者のはサービス業で言えば5人以下5人ぐらい、うんうんうん、で製造業で言ったら何人だったか20人かぐらい以下の会社のことを言 う,、うんうんうん、まあだからそこで言うとわしのちょうど中小零細弱小家業、ね、の枠に入るわけです ね、うん、そこに枠に入るわけよ、うん、ただわしのターゲットとしとる企業が、うん全国の 87% もおるわけだからもうその辺うじゃ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 おるんやね、うん、じゃあこの 87% の中小零細弱小家業と言われる会社が全体の、うん、日本全体の売上の何パーセントぐらい作っとると思うええー、その大企業もいっぱいおっていろんな企業がおって100となる
その中の100の中のその中小、うん、87% もおるんで、その企業が中小も入れてじゃないよね、うん、もう零細だけの 小規模企業だけ入れて、わかんない、全体の 87% が小規模事業者、ね、もっと低い、じゃあ売り上げの何パーセントがその 87% の人たちが作ってるか、4割、 40%、 うん、10.3%、 うわちっちゃいね、そう、うん、どっかの調べで載っとったんだけど、うん、10.3% とか、まあまあ1割ぐらいよ。ってことは大企業のパワーがすごい。そう、大企業がね、わしなんかで見たんよね、それ。大企業が、うん、あ、乗ってた。56.1% だって。0.3% しかないのに。うん。だから、どれだけ大企業が日本を支えとるか。すごいですね、やっぱり。ただ、わしはそこに風穴を開けたいわけよ。うんうんうん。異端児ですから。はいはい。ね、ということは、なぜその中小零細弱小家業という 87% もおるのに 10% ぐらいしか上がらんかったら、うん、みんな四大疾病にかかっとるんですよ。怠慢傲慢自堕落無知という、だから会社はやっとるけども赤字のやつらがいっぱいおるわけですよ、うんうんうん、そいつらをね、なんとか覚醒させようと思って、うん、なのでわしはそのなんだろう、業界の常識をぶち破って誰からも憧れられる影響力を持った異端児たちで、うん、この日本の売り上げの縮図をちょっと変えていきたいのと、うん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 、でこの中小零細弱小家業というところの売り上げのパイがどん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 でかくなってって、ちょっと日本経済支えようかみたいな、みたいにせにはいかんなと、はい、思ってわしはこうやってね、いろんなものをね、そうよ、すべてこう毎日ブログもそうやし、こうやって毎日 YouTube もね、はい、無料でやっとるわけですよ、いろんなものを伝えて、そうなんですよ、だからねこの番組は本当に中小零細弱小家業という人たちのためにあるんですよ、うん、背中を押すために僕は喋っとんですよ、はい、なのになんで700何件から読者登録伸びんのじゃろもうダメかな、みんな教えていや、あの我流でいきますからねえ、いやそんなテクニックを使ったらなんか伸びるかもしれないけども、まあね、まあね、そう、それを使わないのが裕次郎さんですもんね、と言いつつテクニックがあったら教えてほしいこっそりこっそりね、うん、知らんやと使うけね、うん、そうなのでね、今日はちょっと僕のね、なぜこういうことをやりおるのかっていうビジョンをね、ちょっと皆さんに分かってもらいたいんで、うん、本当にあの中小零細弱小家業がこの日本を救う、そんな、うん、あのね、経営者をバンバン輩出した、はい、今実際にねもうかなりあの売り上げ上げて業界の中じゃちょっと異端児になってるやつらが何人かも出てきてるんで、ね、そうですね、だからああいうやつらをもっともっと作らんといけないね、うん、でああいうやつらを見ると、あ、自分でもなれるんだ、なれるんじゃないかと思うんや、あ、そっか、それは数年前はこいつらもドポンコツやったんだけど、うん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 、だからそういう未来明るいものをね作りたいんでね、はい、ぜひ皆さん力をお貸しください、お願いします、まずわけでね、はい、まあ、これもねどうやってこれを達成するかというミッションをね、うん、今日も伝えねえけん飲んで、はい、じゃあミッションはこれ、これです、はい、ということで今日はね誰からも憧れる異端児を輩出するということなんですけども、はい、まあこれになるための今日はミッションは一つです、一つ、ぜひセミナーに来てください、どん、これが今ちょうどセミナーがねちょうど今タイミング的にない時期なんですよ、ないのに言っちゃった、そうそうそう、だから私はすごい意図的にやってないよっていうのがここでわかると思う、あ、別にこれ宣伝に入れてるんじゃないよってことは、そう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 、え、待って、じゃあセミナー、じゃあそのセミナーにって思っていただいてる方はどうしたらいいですか、まずは私のブログに登録、はい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 、まずブログを毎日読んでください、うん、とあとはこの YouTube をよ見てもらったら、セミナー情報が出る、あのね、うん、この YouTube はなんかこう心が病んどるのとかなんかモヤモヤするのっていう時に見ると、うん、元気出るらしいですよ、お、それは人のことかな、そうやなみたいな、ちっぽけなことやなみたいに思えるらしい、うん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 、ね、でお前のお前のアホトーク聞いていいわこれでってこれでも生きていけるんじゃんみたいなちょっと楽になる、まあ、でもね、こうやってこういう顔しとるけどすっごい悩んどんすよ、いろんなことみんなね、人生いろいろですからね、
まあ、なのでね、今日はまあセミナーは別にないにしても、うん、まあ、一回僕のセミナー本当に来ていただきたい。はい、今年はねもうちょっと秋にかけてちょっとコロナのこともあったりして、うん、ちょっとなかなか難しいんで、多分来年早々からガシガシにやっていきますから、うん、ひょっとするとまあ今年やるかもわかんないです。ブログセミナー？ブログセミナー、まあ、うん、わしの場合は最初はもうブログセミナーからなんで、あ、全員ね、うん、うんうんうん、でもブログセミナーという人間道場ですからね、ぜひいらしてほしいなと思います。はい、いいですか皆さん。じゃあ、 今はないけどいつ始まるかわからないのでそう、 Facebook とよくウォッチしとってください。しっかり見とかないといけないですね。でもしその情報が出たら、あ、情報が出る前にこれか、これをもう共有していただいて、そうですね、はい、教えてあげてください。はい、はい、ということで今日はここまで。じゃあね、またね。